手牌に黄色い牌が4枚あるじゃないですか。この4枚を使い切って上がると点数が5倍になるっていうイカれた新ルールがイベント限定で追加されたんですよね。じゃあこのルールで100万出したらどうなると思います？ちなみに黄色い牌は全プレイヤーから見える状態で、1枚切るごとに4倍、3倍、2倍、1倍と打点が減っていきます。ロンニャン！ん？ペイでロンのウーソートイツってことはチートイカ？